右の文で冒頭と同じ漢字はどれになるかというと、1番は願望というのは難しいので飛ばして、2番の寝坊は坊やの坊なので違います。3番の忘却の坊は忘れるなので違います。経費が膨張するは増えるの膨張なので違います。まず、あの冒頭は冒険の棒で、そうすると最初の選択肢の漢方が正解になります。漢方はこういう字です。風邪をひくの風の意味があります。